いや、これはもしや低音？こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんです。本日のご紹介はこちら、アビオットのワイヤレスイヤホン TE-BD11T のご紹介です。価格はイーヤホンのウェブ価格で 15,400 円、発売は12月の20日でございます。はい、こんなパッケージです。ポイントといたしましてはですね、基本的な性能っていうのは全部入ってます。例えばノイズキャンセリングですとか、外音取り込みですとか、ゲーミングモードですとか、そのあたりのワイヤレスイヤホンに求められる性能っていうのはもうがっつり入ってますね。そして、ノールズ社製の BA ドライバーが搭載されておりまして、デュアルハイブリッドドライバー構成のイヤホンです。さらにですね、これハイブリッドドライバーで、かつ、ノイズキャンセリングですね、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングと、ハイブリッドドライバーハイブリッドアクティブノイズキャンセリングとね、ダブルハイブリッドみたいな状態なんですね。そして駆動時間が長いです。イヤホン単体で最大約18時間駆動します。かなりタフですね。そんな、BD11T どんなイヤホンなのか実際に見ていきましょう。開封していきます。はい、というわけで開封いたしましたのがこちら。はい、こんな感じです。かっこいい。15,000円ながらですね、高級感のあふれるデザインでございます。今手元にありますのはですね、ディープブラックっていうカラーバリエーションなんですけど、カラーバリエーションは4色展開です。ディープブラック、ダークルージュ、ドーンブルー、ポーラーホワイト、この4色ですね。どのカラーバリエーションもですね、ちょっとそのドレッシーというか大人びた感じがしますね。付属しておりますイヤーピースは SML の3サイズでですね、タイプ的にはこの一番上、頭の部分っていうのがこのぺったんこになってる、プリンみたいな形のね、先端が平たいようなタイプのイヤーピースです。これ結構ね、お人様によってはかなりフィットするのでいいですよね。そして充電用の USB ケーブル、タイプ C です。というわけでですね、付属品としてはかなりシンプルな内容になっております。このイヤホンハウジング部分のですね、この大理石のような模様も可愛いですね。充電ケースの縁は、メタルっぽくですね、ピカッとした感じの仕上げになっております。ここ最近のそのトゥルーワイヤレスイヤホンとしてはですね、ケースはちょっと大きめかなっていう感じはしますね。結構ですね、イヤホン自体のそのケースの入り具合としてはこうがっつり中に入ってる感じですね。取り出しましょう。本体としては結構大きめですね。カスタム IEM のようなシェイプをしています。どうです、結構しっかりめですよね。ガチッとしています。それでは早速、試着、気になる試聴をしていこうと思います。イヤホンのドライバー構成なんですけども、ワンダイナミック1BA のハイブリッドドライバー構造です。 BA ドライバーはノールズ社製ですね。同じアビオットのイヤホンの TE-D01T から、BA ドライバーを1機搭載した、1機追加したような、ものですね。1機追加されてるんですけど、サイズ自体は変わっておりません。サイズは据え置きです。ハイブリッドドライバーとハイブリッド ANC、 この2つを両立させるのは非常に難しいというふうに言われております。装着していきます。これですね、これもしかしたらその自分にそのすごい装着感が合ってるだけかもしれないんですけど、めちゃくちゃ装着感いいんですよね。かなりバッチリハマります。すごい装着感がいいので、今その何も流してない状態ですけど、遮音性かなり高いと感じられます。聞いていきます。はい、これはですね、とてもいいいいというよりかは好きです。かなりですね、このバスドラムとドラムの一番でっかい太鼓のですね、バスドラムっていうのはその前についてるやつですね、あのバスドラムがドッカーンって入る感じの、かなりこのマッチョな感じを印象として受けるイヤホンです。この主役としてはベースとドラム、ビートの部分がこのど真ん中にズドーンと入ってるような、そんな印象がありました。これは非常に低音がですね、ジューシーですね。とてもいい。タイミングによったら多分ね、低音大好きシリーズに入ってたと思います。傾向としてはですね、そのボーカルを綺麗に、澄んだ感じでというよりかは、どちらかというとその圧が強くて、ビートを中心に聴いていこうといった感じの、お客様におすすめのイメージかなというふうに思います。サブウーハー的なこう方向性よりもその空間というか、そのなんていうんだろうね、
どっかから音が鳴ってるというよりかはその真ん中に振動が響いてるようなそのサブウーハー的な低音っていうのを体感できるようなそんな感じのサウンドイメージですね。すっきりクリアな印象を求めるお客様よりもこのギャングスタラップであったりとか、トラップですねとか そのダークで低音がこうズドーンって深い感じのブンブン言っててブンブン言う音が気持ちいい、そんな楽曲との相性がいいかなというふうに思います。いやかなり好きですね、かなり好きです。で僕がかなり好きということは、結構ね低音がものすごい分厚いずっしりしたサウンドなのでもうちょっとすっきりさっぱりしてほしいと感じる方も多いかもしれませんね。かなり好みは分かれそうだと思いますね。僕はもうドッカンと真ん中にストレートバーンってこうストライクって感じのねすごい好きな音なんですけど、これだからこそすごくその意見が分かれそうな感じはあるなというふうに思います。ポイントの、ハイブリッドノイズキャンセリングについて、このですねノイズキャンセリング非常に優秀でして最大 55dB のノイズを低減するというふうなお話でございます。そして、アビオットの専用アプリケーションアビオットサウンドミーでノイズキャンセリングの強さを調整することができます。いやすごいすごい優秀実際ですね電車に乗りながら電車移動中に使って試してみました。かなり効果を実感することができます。もともとイヤホン その装着感も良くて低音がしっかりしているおかげもあって日常生活内でも快適に音楽が楽しめますね。これやっぱりその振動とかですね、雑音とかでローの成分っていうのがこの被ってぶつかったりとかってしてうまくですねその移動中ノイズの多い環境では低音が感じ取れなかったりとかその分厚みを感じ取れなかったりするんですけど、密閉した感じと優秀なノイズキャンセリングそして分厚い低音っていうのが合わさってですねかなり移動中の、音楽の迫力っていうのを支えてくれてるようなそんな感じがしました。日常生活の中でも快適にこうしっかりビート感の強い音楽が楽しめるっていう風な感じですね。続きまして外音取り込みモードに関してこれもですね電車の移動中で使ってみました。アップデートでですねそのアビオットサウンドミーに新たにサウンドコレクトモードっていうのが追加されております。このサウンドコレクトモードっていうのはですね通常の外音取り込みモードよりも、より遠くの声、を集音増幅することができるっていう風な機能です。これを使うことによってより離れた位置での会話が聞き取りやすくなります。実際に使ってみた感想としては空間のアナウンス音とかっていうのは非常に聞き取りやすくなりました。本当にめちゃくちゃ聞き取りやすくてこのイヤホンによる閉塞感っていうのをほとんど感じませんでした。普段使いにかなりいいなっていうふうに実感がありますね。特にその音楽を聴きながらその初めて行く場所とかのその次何駅だっけって調べたりとかしながらっていうふうなね時とかにその周りの環境もちゃんと入ってきつつそして音楽も聴けて、っていうようなですねすごくバランスのよく自然に使えるっていうふうな感じですね。本当にイヤホンをつけているっていう感覚が結構薄まるほど自然に、周りの音っていうのを聞き取ることができました。やっぱ特にですね、電車とか街とかですね静かじゃない環境、静かじゃない状況っていうので非常に効果があるその能力があるなっていうのを感じました。 TE-BD11T にはゲーミングモード低遅延のモードが搭載されています。ゲーミングモードはアプリケーションから、切り替えが可能です。これも実際試してみました。すごい細かい話を言うとですねこのゲーミングモード時なんですけど障害物とか電波の状況によって Bluetooth が途切れやすくなる場合があります。でそのゲーミングモードのそのスピード感というか遅延のなさなんですけどかなり実感しますよ。 iPhone で音の鳴るアプリケーション例えばガレージバンドとかで試してみたんですけどもう通常モードとは全然違いますね。スピード感が全然違います。ただそのリズムゲームであるとかタイミングがシビアなものに関してはやはりちょっと無理があるなっていう部分もあったんですけどそれでもかなり早い部類だというふうに感じます。若干ですねその移動中にゲーミングモードを起動して移動中にですねゲーミングモード使いながらできるかなと電車乗りながらできるかなっていうふうに試してみたんですけどやっぱりですねそのゲーミングモード時っていうのは通常モードよりも音途切れが発生するかなというふうに感じました。移動中ではなくですね室内でじっとしている状態だとほとんどゲーミングモードでも途切れは感じないのでやっぱり使い分けっていうところがポイントなのかなというふうに思います。通話品質に関して通話品質ですね、高精度通話用マイクとノイズキャンセリングアルゴリズムの組み合わせでして環境のノイズと自分の声っていうのを自動的に判別してかなりクリアな音声っていうのを相手に伝えることができるとのことです。
はい、じゃあですね、アビオットのワイヤレスイヤホン、TE-BD-1HT、はい、の、マイクの音声確かめてみようと思います。どうでしょう、今はですね室内なんですけども、割と騒音というか外の音っていうのはね入ってきやすい環境ではあります。結構その空間的なその空調のノイズ と、声っていうのが切り離されて聞こえてるんじゃないかなと思います。ここで、掃除機ですね、掃除機をちょっと、回してみようと思います。いきますよ。はい、今こんな感じで掃除機かけてますけども、まあ、こんなねモニターが鳴っている状況で、どれぐらい、声が、クリアに伝わっているのか、果たしてこの状況でも、通話の音声というのがきれいに聞こえているのか、試してみたいと思います。はい、こんな感じです。スペックのご紹介。はい、スペックはですね、まず対応コーデックからです。SBC、AAC に対応しています。こちらそのアプト X とかアプト X アダプティブとかには対応していないということですね。そしてバッテリー性能、これすごいですね。バッテリー性能特筆するポイントだと思います。イヤホン単体で最大18時間、これむっちゃくちゃ強いですよ。ヘッドホン並みと言っても過言ではないです。そして充電ケースとの組み合わせで最大約60時間の駆動が可能、かなりタフネスです。防水は IPX4 相当、これはですね生活防水レベルと言ってもいいと思います。多少の雨小雨程度だったら全然平気って感じですね。そして、複数のデバイスに、ペアリングできるマルチポイントにも対応しています。これ便利ですね。例えばパソコンと携帯電話とか、DAP と携帯電話とかっていうふうなことが可能ということですね。充電ケースはワイヤレスチャージングにも対応しています。お手持ちにワイヤレスチャージング そのステーションがありましたら、そちらに載せていただいて、充電してみてください。まとめです。いやーすごい、今も僕ずっとつけてるんですけど、外音取り込みがねすげー優秀なんですよ。かなり快適にずっと使えます。でノイズキャンセリングもかなり優秀なんで、そのがっちりとですね固められた基本性能の高さっていうのを感じることができます。ノイズキャンセリングがちゃんとしている、外音取り込みもかなり優秀、バッテリーもむちゃくちゃ強い、そしてゲーミングモードも搭載しているとですね、めちゃくもう基本の性能がやっぱ高いんですよね。もうスペックのバランスがいい。なおかつそのダイナミックプラス BA ドライバーのですねハイブリッドサウンド、このサウンドの感じがですね、まあ、自分の好みにドンピシャということもあって、かなり分厚いそのローの効いたあの迫力ある低音っていうのが楽しめるというところが非常にいいですね。特にその低音 そのがっつり入った感じもあって、その移動中ですとか、騒がしい状況、そういった状況でもしっかりと、音楽を楽しむことができる。どちらかというとじっとして音楽を聴くというよりからは、移動中に音楽を聴くっていうことにすごくそのメリットがあるというか強みがあるようなイヤホンの印象でした。非常に駆動時間もですね長いので、普段使いに日常使いにおすすめなのかなと思います。いやーこのがっつりしたビートぜひ試してほしいですね。いかがでしたでしょうか。ご案内させていただきましたのはアビオットの TE-BD-11T のご紹介でした。いつもイヤホンの YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴の際はぜひイヤホンヘッドホン専門店イヤホンでよろしくお願いします。それでは引き続きイヤホンの YouTube チャンネルをお楽しみください。またの動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。